も寒い寒いを届けていく。旭川から北へ約1時間。ある意味での日本一かもねな東北地方チベツ市へ。なんで日本一なの？加重人口密度全国815宿中815位。1平方キロメートルの中に63人。1000メートルかける1000メートルの中に面積に対して一番人が少ない市。悲しみ。ちなみに第1位、こちらは正真正銘多い方の1位。東京都は豊島区、加重人口密度は1平方キロメートルの中に23,182人。同じ面積に23,182人と63人。豊島区民、北海道、来ないか。東京ってすごいよね。北海道が故郷感強いのも仕方ないね。人口の差がえぐいんだもの。そんな悲観的に紹介が始まった士別市、しっかり紹介していく。サフォークランド士別と呼ばれている士別市、またの名を侍士別。これは北海道には士別市と士別町があるため、何の関係もないんだけど同じ士別読み。わかりやすく漢字から侍士別と呼ぶ人も多い。昭和42年、全国に先駆けサフォーク種綿羊100頭を畜産振興と土作りを目的として導入した。士別市で押せるものを探しまくったんだね。町おこしのために頑張った結果、士別市はサフォークの町になった。総人口、2023年11月30日で 16,897 人。士別市で有名なのはサフォーク以外にもある。トヨタ自動車士別試験場。冬はマイナス30度、夏はプラス30度、気温差は最大60度の士別。1984年に全長 5km の寒冷地周回路が完成。1987年には全長 10km の第一周回路も竣工。1992年には総面積930万平方メートル、200個の東京ドームがすっぽりと収まる広大な敷地の整備がほぼ完了。冬場になるとエンジンがかからなくなる。北海道あるあるの悩みを解決する場所を探していたんだね。エンジンの指導性、暖房性能、ワイパー機能、足回りの着合理の確認など、一般路の試験もできる場所、この士別市が最適だと選ばれたんだね。スタッドレスタイヤのミシュラン、特別豪雪地帯に指定され、北海道の中でも冬の寒さが厳しい士別市。スタッドレスタイヤのテストを行うにもとってもいい場所ということで、ミシュランの聖地と呼ばれているらしい。士別市すごいじゃない。雲の丘、綿羊と触れ合える施設である。世界の綿羊館牧場、レストランである。羊飼いの家がある。
1966年に農業振興を目的にした標津市綿羊牧場が造成された。この一帯にはなだらかな斜面が広がっており、1990年前後から羊と蜘蛛の丘と呼ばれるようになった。丘の部分は東京ドーム8個分、37ヘクタールの広さがあるんだ。世界の綿羊館。1994年4月23日に製糸工40周年の記念事業として総事業費は2億8700万円を投じたんだ。ドーナツのような形の平屋に中庭を備えた施設で、中庭に面していない外側に羊を見学できる羊舎がある。開館当時は8カ国30種類の羊を飼っていた。羊と蜘蛛の丘観光は地元の羊肉に関連したものなどを中心に商品開発や販売も行っている。2017年にはサフォーク種の羊をモデルにしたキャラクターが登場する羊のショーンとコラボレーションを行い、チベツ産のうるち米を使用したライスクラッカーを開発販売。日本天才製糖株式会社チベツ製糖所、略して日天。天才の天は舌に甘いと書くわけ。甘い甘い砂糖を作るところ、島内で天才から砂糖を製造する製糖所は8カ所ある。秋になると上川、空知、留萌の山間内で育てられた天才が運び込まれ、製糖作業がスタート。作業は翌年1月まで行われ、玄関の青空に水蒸気が立ち上る様子は毎年見ることができる冬の風物詩。北海道ではビートの呼び方が主流かも。甘い大根を英語にしてシュガービートからビート。終戦後の砂糖が貴重だった時代にはビートを煮て余った汁から結晶を取り出し自家製の甘味料を作っていたという話もある。日本では約 25% が天才から作られた砂糖。ビート1個約1キロでコップ1杯分くらいのお砂糖ができるんだって。こんなにヤバい工程があるわけ。天才だ。日天から提供の原料で作ったサイダー、標津市と標津松雲高等学校の協力により開発され、2015年に販売。2021年には松雲高総合ビジネス2年生のアイディアでラベルと味に大幅な改良が加えられた。ラベルは羊の町らしく羊に。見つけたら買ってみて。道の駅羊の町侍標津。2021年5月道内129番目に誕生した道の駅レストランたけし。標津産の地域ブランド羊肉標津サフォークラムを使用したメニューを提供するレストラン。おすすめメニューは牛肉のジューシーバーグ鉄板焼き。羊肉じゃないんかい。アンテナショップ標津市の特産品名産品を販売するアンテナショップ。隣接するワッサム町、天淵町、堀
幌加内町の特産品や友好都市で愛知県三好市などの特産品を取り揃えている。テンサイダーもここで買えるぞ。話はガラリと変わり、融雪港って知ってる？融雪港とは道路に設置された融雪港本体に下水処理水や河川水を送水。道路上の凍結口から沿線住民が凍結作業を行い、水の流れを利用して雪を流す施設。士別市は凍結時間は1時間。場所により時間を分けて作業をする。国道、道道、市道の地下に延長約 10km の水路を設置し、潮川から引き込んだ水で雪を運び剣淵川へ放流。雪の多い場所ではなくてはならない融雪口。雪が降ると除雪をしてもその雪どうする？移動させることを排雪って言うけど、雪の多い場所では大きなトラックを用意して何度も運ぶのは大変。融雪港のある場所に住んでる人たちは時間に合わせそれぞれが融雪港に排雪。市も助かるし、きれいにしたい人にとっては排雪する場所があるのはいいね。とここでいきなり士別のイメージキャラクター、サホッチファミリーの紹介。羊田黒助、愛称サホッチ。なかなか渋めな本名。ホームページの紹介をそのまま表示しているが、名誉職員。なるほど。まさかの結婚式挙げた日、八木の誕生日。元気で明るく、友達思いで誰とでも仲良くなれる子。ということでサホッチでした。羊田メイ、愛称メイちゃん。急に芯をつくような名前に少し恥ずかしがり屋だけど、とても優しくて明るい元気な子。って言ってるけど子供いるからね。羊田美優、愛称みーちゃん。やべ、わかりやすい名前だね。お父さんのサホッチとお母さんのめいちゃんと一緒に士別市の PR 活動をしてくれています、とのこと。サホッチファミリー、まだ増えるのだろうか。ちなみに着ぐるみも申請したら借りることができる。あなたもサホッチにってことだね。実は主はこの士別市で生まれ育ったわけ。現在は違うけど、サホッチファミリーは初めましてだったわけ。2015年、羊年にサホークランド士別プロジェクトの PR 事業の一つとしてサホッチファミリーのテーマソングを制作し販売。歌詞は一般公募を行い、歌は士別出身の歌手小松和子さん率いる小松和子 with スモールフィッシュのみんなが歌っている。ホームページから動画が見れるぞ。道の駅など士別市のいろいろなところで買えるわけ。1000円持って買いに行こうね。サホッチは LINE スタンプもあるらしい。故郷をチコッと個人的に思うこと語り、士別は最北端の高速道路の折り口。稚内に行きたくても士別で高速降りなきゃなの。っていう
ことは、標津からなら旭川も札幌も函館までもオール高速道路で行けちゃうよ。ちなみに国道40号をひたすら走り、高速降りてから稚内まで車で5時間と、とにかく雪が多く、まあよく降ってるわけ。でも除雪は上手なところ、北海道あるあるで市民は除雪に不満が出る。お金もたくさんかかるからわがままは言えないけど、北海道民は基本車で移動する人ばかり、通れないじゃろがいと、それぞれにわがまま言い放題。自然の猛威と数ヶ月戦うわけ。標津は除雪上手だなと個人的意見。マクドナルドはないけど、あるの、あれが。数少ないロッテリア、標津にあるよ。昔からある最上デパートの中にあるよ。一押し、鳥田製菓サフォークせんべい。昔からある、なんなんだこの素朴でうまいやつ。サフォークせんべいってサフォーク入ってるの？入ってねえよ。でもマジで癖になるやつ。標津は焼き鳥のもつ、これが珍しいかも。どこにでもあるのかなと思ってたけど、なかなか見たことない。鳥のあらゆるもつの部分が凝縮された絶対うまいやつ。一回食べてみたら一緒や。朝7時には80人エーデルワイス流れる。他の時間も音楽流れる。一番いいと思うところ、地震などの災害が少ないと思う。雪多いじゃねえか、寒すぎるだろ。あるけど台風とか地震なんかはあまり記憶がない。いいことだよね。何が言いたいかって、北海道おいでってこと。ふるさと納税もいろいろあるから、お米もおいしいしね。ラム肉ももちろん、日展のオリゴ糖と砂糖。標津市応援してほしい。ふるさと納税は自分の好きなところに納税できるシステム。使い道を自分で選べる。ぜひ標津市に。そんなこんなで標津市遊びに来てね。高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ、またね。